任天堂のゲームにはしばしばブラックジョークと言われるような奇抜な演出だったり社会風刺が存在する。ポケットモンスターシリーズにもその要素は色濃く存在しており、小中学生にはわからないようなネタが多く存在している。シリーズにわたって数多くの黒い設定が繰り広げられてきたため黒いゲーフリと呼ばれている。おっちゃっすー、どうもさおでございます。あー、どういうテンションかわかんないですね。でですね、今回は黒いゲーフリですね。これ結構ね、あの SNS でね、あのツイッターで、よくね、サオさんのこの黒い噂シリーズ面白いっていうところで、なんか都市伝説ツッコミだったんですけど、以前は。ちなみにここで、一つあるある言います。サオさんの動画面白いってツイートしてる人、大体僕のことをフォローしてない。これめちゃめちゃあります。ぜひフォローお願いします。それでは本編行きましょう。ミアレシティの幽霊。こちらのミアレシティの幽霊は非常に有名かつ、以前の動画でも取り上げたことがあります。簡単に概要を説明していきましょう。ミアレシティのノースサイドストリート、こちらにある雑居ビル、このビルのエレベーターに乗ると幽霊に出会ってしまう、そんな噂があります。そして実際に行ってみると、急に BGM がなくなり画面が暗転、そして主人公の後ろから女性が出現、あなたは違う、唐突にこの言葉を残して消えていきます。足音もしなく、歩いている感じもしない、これはまさしく幽霊、そんなイベントです。こちらのイベントは公式サイトでも取り上げている通り、まあくまで噂なんですけれども、まあ、主人公は実際に見つけてしまうよっていう話です。公式サイトが言及するには、怖い家のおじさん、こちらが何かを知っているんじゃないかみたいな感じで取り扱われているんですけど、実際のところ真相は全く不明です。それではこれにまつわる2つの話をしていきましょう。エレベーターの幽霊にもう一度会う方法。こちらはファンの中でも有名です。ミアレシティのシュールリッシュっていう建物の4階にいるオカルトマニア、こちらに話しかけると、エレベーターの音が聞こえぬ。こういう風に話します。なので、この幽霊、もしかして、エレベーターの音が聞こえれば人が降りてきますよね。なので、あなたは違う、誰かを探している。そんな風に撮ることができるんですけれども、こちらなんですけど、カロスはフランスがモチーフになってますよね。これめちゃめちゃ有名な話なんですけど、もうどこのサイト見ても多分これ書いてある。この建物の名前が、シュールリッシュっていう名前なんですけど、シュールリアリスムってなんか芸術のなんだろうね、一つのカテゴリーをなんか由来としている。なんかこういうね、変なことをやるのがなんか芸術なんだよみたいな、ちょっと言い方悪いですけど、まあ、素人目そういう感じ。で、このなんでこれエレベーターの音が聞こえぬって言ったのかっていうと、まあこれもわかんないんですけど、結局これ非常に有名なんですよ、この、ミアレシティではこの噂が。なんでなんかある種まあコスプレみたいな噂を元になんかこういうことやってみたみたいな、そういう解釈の方がね、非常にわかりやすいかなって思います。なんか全部カタカナになってるしね。そしてもう一つ、実際の事件がモチーフになっている、こちらの説なんですけれども、これもちょっとね、結構ね、都市伝説風に言っちゃってるみたいな。これパリ人肉事件がモチーフになっているって言われています。で、このパリ人肉事件ってどういう事件なのかっていうと、パリ人肉事件は1981年にフランスで起こった猟奇殺人の事件のことです。そして、この犯人は日本人であるです。友人であるオランダ人女性を死にをたという事件です。全然わかんねえよ。こんな説明したら俺 YouTube にいられなくなるから。この事件マジでやばいから。で、まあこの共通点ってとこなんですけど、フランスで起こったってだけなんですね。つまり根拠です。これなんでパリ人肉事件がモチーフになってるのかって言われてるのかっていうとこなんですけど、一般論全然わかんないんですけど、まあ僕からの意見として言うと、フランスの大事件、そして女の子が、まあ、女性が亡くなってしまったそういうやばい事件を思い浮かべた時に、この事件一番最初に思い浮かべますよね。なんで、パリ人肉事件、言葉の響きも非常に怖いですよ。なんで、まあ、都市伝説風にこれパリ人肉事件がモチーフなんだよっていう、このインパクトだけで広まってったっていう感じになると思います。
石体タウンの謎の岩。はい、これストーリー上わかる話なんですけれども、石体タウンにはこれ謎の岩があるんですね。この岩辿っていくと10番道路に繋がってるんです。これ何なんだろうって思うと思うんですけど、まあフレア団が言うには、この3000年前のエネルギーがなんかすごい蓄積されてる、あれなんだっけみたいなことを言うんですね。まあ石体タウンには人々が暮らしてるじゃないですか。というところで、この岩って実は最終兵器だったんです。つまりこの岩って最終兵器だったり、その最終兵器のエネルギーでできたものだったりするわけです。つまりここの石体タウンとかで暮らしてる人々って、まあ、地雷原の中に暮らしてるようなものだった。実は考えてみればこれ結構怖いお話でしたね。で、石体タウンでぽっかりと穴が開いてしまうっていう形になるんですけれども、まあ、マジで怖いですよね。地面には何が埋まってるかわかんないですからね。掲示板の謎の書き込み、これはまあ以前お話ししましたよね。まあ XY っていうところでこれを取り上げざるを得ないというところで、まあこれサボって以前の動画どうぞ。シティハンターが元ネタなんじゃないかって言われています。シティハンターでは駅の掲示板の最後に XYZ と書いて依頼を書くと、何でも屋の主人公が助けてそれを解決してくれる、そういう設定があります。 XYZ はもう後がないっていうことを意味して、だから助けてくれって意味になります。まあこういうなんかホラースポットだと思ったら、なんか別のネタだったみたいなの非常に面白いと思います。ハンサムの殉職した相棒、皆さんハンサムご存知ですかね。まあこちらの、まあ、トレーナーというか、まあ探偵というか国際警察というか、まあそんな感じのキャラクターなんですけれども、まあなんかサブイベントで多く出てくることがあります。でハンサムっていうのはコードネームなんですね。なんで本名は不明です。こちらのハンサムなんですけど、時系列をたどっていくと非常に面白いところが見えてくるんですけど、これは今度一本の動画で話そうと思っています。というわけで今回はポケットモンスター XY におけるハンサムを話していくんですけど、ハンサムのポケモンは殉職しちゃってます。まあ任務中に亡くなってしまっているっていうところですね。これは、ハンサムの口から語られます。ハンサムハウスに行くとね、あの青紫色のポケモンって表現されて、まあなんか写真見るとそういう風に出てくるんで、 XY だけだとこれグレックルなんだっていうのがわかんないんですけど、ブラックホワイトと XY のこの間で任務の途中に殉職してしまってるっていうのが、まあいろんなシリーズ見ていくとわかります。XY、ブラックホワイト、XY、ブラックホワイト2。このブラックホワイト2の時には2代目のグレックルを連れているっていうのがね、しきみさんの小説で明らかになります。まあこのハンサムの件なんですけれども、グレックル亡くなってしまって悲しいとは思うんですが、ポッケンに登場しているからいいんじゃないですかね。数少ないキャラが登場できるこのポッケンになぜかグレックルが出ているんで、まあグレックルとしては成功なんじゃないですかね。はい、まあ余談なんですけども、ハンサムはソードシールドには出てきてませんよね。まあ冠の雪原で出るかっていうところなんですけど、まあなんかちょっとそういうところでポケットモンスターソードシールドってなんかそういう伝統な部分をなんか失ってしまってるような気もしなくもない、なんかそこがちょっと悲しいなって思う作品ではありますね。というわけで今回は XY の黒い要素のお話でございました。今回はどうでしょう、チャンネル登録をするとマスクがつけられるようになる。あ、チャンネル登録よろしく。